はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは JICA 海外協力隊としてニカラグアで何をされていたのかっていうところをお話しいただいたんですけど、ちょっと今後のお話をする前にこっちゃんの服装の紹介したいなと思ってて、このオレンジのスカートの紹介をしてもらいたいなと思ってるんですけど、これってもしかしてニカラグアのフォルクロールっていう伝統的な踊りがニカラグアでもあって、うん、その時に着る衣装なんですけど、白とか青とかもあるんですけど、私はちょっとオレンジを買ったんですけどね。確かにこれ中南米にありそうな服装だね。こんな感じ広げて、はいはいはい、いろいろこういう感じで踊る。ああ見たことある、映画で。映画で見たことあるわ。さあここにニカラグアって書いてある。本当だ。これは普段から着てるの？うん、着ない。祝い事とか。そうお祭りで踊る時。うん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 、へー、着てますね。じゃあちょっとニカラグアの伝統の服装も紹介させてもらったんで、この後のお話として、こっちゃんがニカラグアで2年間活動されてましたよね。その後じゃあ自分の今後どういうキャリアにしていこうかっていうところを考えられたと思うんですけど、どういうふうに考えたんですかね、協力隊後は。帰国してすぐすごく悩んでいて、うん、協力隊に行くのが一つの目標みたいだったなって、海外で看護師をするかとか、いろいろ考えたんですけど悩んでたので、はい、大学の時の国際看護学の教授のところに相談しに行ったりとか、あとJICAの帰国してからフォローしてくれる方に話聞きに行ったりとか、いろんな人に会いに行っていろんな話をして、そしたらもうちょっとやっぱり勉強したいって思って、で大学院に行こうってなったんです。あ、そうなんですね。じゃあ専門性をもう少し身につけたいっていうところで大学院行かれたってことなんですね。専門性とニカラグアでできなかった啓発、伝えるのをどうやったらもっと人にうまく伝えられて人が健康になっていけるのかっていうのをもうちょっと学びたいってなったんですよ。なるほど、そうなんですね。それで大学院進学を決めて、大学院はどちらに行かれたんですか？大学院は京都大学大学院の公衆衛生のところの医学コミュニケーション学分野っていうところ、なるほど。実際医学コミュニケーション学部って何をするところなんですか？分野の一つなんですけど、研究室の教授がもともと医療者じゃなかったんですよ。他の教授たちはみんな医療者なんですけど、その先生だけ社会学のバックグラウンドだったので、コミュニケーションって言ってもミクロからマクロまでいろんなことができる、どっちかというとコミュニケーションをツールにして自分が何を研究したいかみたいなところが、すごいですね。それ広いですね。そう、すごい広いので、いろんな場面で人がどんな認識をしてるかとか、医療社会学とかそういう分野になるんですけど、なるほど。じゃあ医療とか衛生とかそういったものをベースに置いて、ミクロからマクロの領域までを自分がやりたいように研究とか勉強ができるような環境なんですかね。なるほど。じゃあそこで具体的にどういったことを勉強されてらっしゃったんですか？医療なんで統計学とか、はい、研究の手法もそうですし、質的研究の方法とか、あと医療体制の方法とか、いろんなことを勉強しましたけど、医療のデザインの方法、医療デザインそんなのもあるいろんなね、そう面白かったんですけどね。研究は結局ニカラグアで研究しようと思って入ったんですけど、コロナがあって、行って研究できなくなったので、アメリカに住んでてスペイン語を話す人たちがコロナ禍ね、マスクについてどう感じてるのか、どんな風に認識してみんながマスクをつけていたのかっていうのを研究しました。めちゃくちゃ面白いですね。ちなみになんですけど、アメリカにいるスペイン語を話す方、そうだからニカラグアにいる時から感じてたんですけど、ニカラグアから出稼ぎにアメリカにみんな行くんですよ。マジか。全然お給料のもらえる額が違うので、結構中南米の人たちってアメリカに出稼ぎに、しかもビザなしで行っちゃったりとか、そういうのも近くでいろいろ見てたんで、アメリカに行くスペイン語を話す人たちって結構中南米系が多いんですよ、なるほど。だからそういう人たちがマスクについてどんな風に感じてたのかなって。それ自分でコネクションは持ってたんですか？いや、それはね、ツイッターをベースに研究したんです。すげーな、マジか。ツイッターからデータを取ってきて、そういうこと？マスクについてみんながどんなことをつぶやいてるかをベースで持ってきて研究したんです。やば。じゃあツイッターで検索してそこから情報を全部引っ張ってくるって感じ？あ、そう、ツイッターでね、研究できる制度があるんですよ。へえ、そうなんだ。じゃあもうそういったデータを抽出できるんですね、そこから。もらう許可をもらって、また違うデータ取得方法で取ってきてとかなんですけど、そんななんだ。面白いね。そう、そうなんだ。実際ほら、もうコロナで出られ
えないので、うん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 、本当はインタビューとかニカラグアの人に直接インタビューして研究したかったんですけど、うんうん、出られなくて、うんうん、その人たちの声をどうやって取ってこようと思って、うん、ツイッターにしようと思って。すごいな。これ実際どういう風に感じてました？アメリカにいるスペイン語を話す方はマスクについて。やっぱマスクをするって日本みたいな習慣がないので、うんうん、私が研究したこととは別の内容ですけど、うんうん、なんかマスクをすることで吐き気がするとか、うん、そうそうそう。なるほどね。やっぱり抵抗があってで、うん、CDC っていう感染症センターが必要性を発信し始めて、徐々にみんなもつけ始めて、疑問を持ちながらもみんなマスクし始めてっていうのがこう読み取れたりとか、うんうんうん、あーなるほどね、まあ、確かに日本に住んでたらマスクするのって花粉症の時期とかね、まあ、そういったところがあるからつけるところにそんなに抵抗はないけど、海外とか行ったらマスクをする機会確かにないですよね。なんかマスクをしてるとその人が病気だって思われるんですよ ね、 そうだね、確かに逆に、うん、だからすごいすることに抵抗があったりとか、うん、なるほど。そっか、じゃあそれをツイッターとかで研究データを持ってきて研究されてたって感じなんですね。でももう大学院は卒業されました？あ、そうです、去年の3月に卒業して、うん、でそれから卒業してどうしようかなってそれもすごい悩んで、うん、全然決めきれなくて、うん、で悩んでるだったら、うん、ちょっとある人に、うん、私常勤の看護師の経験3年しかなかったので、うん、いろんな方面に行くってなると、うん、看護師の常勤の経験が5年とか7年あった方が道がたくさん開けるんですよ、うんうん、そうなんだ。じゃあ悩んでるんだったら悩みながら、うんその間に経験年数増やしたらって言われて、なるほどね、確かにって思って、へえ、今またちょっと看護師のことしてます。なるほど。ちなみにその常勤経験が5年以上とか7年以上っていうのはなんかどっかの職に入るために必要だったりするんですか？そうなんですよ、うん、例えば大学の先生になりたいとかなると臨床のね、はい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 、経験が長い方が教えられることも深く広くなるので、うんうん、そういう募集があったりとかも結構あったので。なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ今は看護師として働かれてるって感じなんですね。そうですね。でちょっとまだ大学院に席は残してるんで、うん、研究のプロジェクトに機会があったら参加させてもらったりとか、うんうん、もしこの先できたらしていきたいなと思って、はいはい、確かに。じゃあ今後はそういったところでプロジェクトみたいなところに参加して国際協力関係で働いていきたいっていうところはあるって感じですか？そうですね、まず医学コミュニケーション分野の実践的な経験もしていきたいなと思っているので。そうなんですね。学んだところなので、まあ、そうですね、それをどう社会に発信したり、うんうんうん、形にしていけるかみたいなのをもうちょっと模索したいなと思ってて、うんうん、なるほど。確かに大学院で勉強とか研究をされて、まあ、卒業したと。その卒業して勉強した内容をどういうふうに社会とかに還元していくかっていうところを今後やっていくっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にっていうところで3つお伺いしたいなと思ってて、中南米とかいろいろ行かれてると思うんですけど、海外に行かれてたからこそ日本っていうのをどう見えてるのかっていうのをお聞きしたいなと思ってて、日本どう見えてます？いろんなシステムとかはしっかり整ってて、うん、まだまだ今新しい社会福祉システム作ったりとか、いろんなことを国が模索してますけど、そういうベースはしっかりしてるんですけど、うん、私たちがもっと積極的にならなきゃいけないというか、うん、整ってるけどなんかそれにしがみついたり、うんうん、それをもっとこうしたらいいんだよとか、うん、なんかそういう積極性がもうちょっとあったらいいなって思って、ね、自分もそうなりたいなと思って。まあ、確かにね、まあ、今ある基盤とかを自分たちが改めてこれってなんでこうなってるんだっけとか見直す機会とかもないし、あんまり関心がないっていうところもありますよね。なんかもったいない。そうね、例えば育児とかね、うん、市とか国がいろんなことやってるんですけど、うん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 、こっちから探さないといけないんです。そうだね、それもでも探していけばお母さんたちだいぶ楽になれたりとかもいっぱいあるんで、そういうのがもっとうまく回っていくといいなと思って、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっと2つ目に聞いてみたいなと思ってるのが、こっちゃんの中での国際協力って何ですかねっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、なんでしょうね、なんかうまく一言で言えないんですけど、うんうんうん、愛が循環したらいいなって思ってるんですけ ど、ね、うんうん、結局ニカラグアに行く時は何かを渡したいなみたいな気持ちで行ったんですけど、うんうん、結局もらって帰ってきたっていうのが感想なんで、循環したらいいな。なるほどね。だからこっちゃんが伝える側としてニカラグアにそのスタンスで行ったものの、まあ、いろんなことを学ばせてもらって
らったっていう環境で帰ってきたと、うん、ただ自分が今その学んだことをまた誰かに循環してあげるというか、うん、またそれが誰かに受け取られて、まあ、そういったことがぐるぐる回って循環したらいいっていうのがこっちゃんが考える国際協力ですかね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にってところなんですけど、特にこっちゃんとかってバックグラウンド看護師じゃないですか。で、医療現場で携わってる方が国際協力に興味があるんだけどまだアクションを起こせてないっていう方にアドバイスするとしたら何ですかね。行ってみたらいいと思います、うん、まあね、もうね、うん、誰でもいろんな思いがあると思うんですけど、まずね一歩踏み始めたら、うんうん、うまくこうトントントンって世界回っていくので、初めの一歩を踏んでしまえばね、うん、なるようになっているんでそうね、まあ、考えても止まっちゃうというか、うんうん、それよりは一旦アクションしてそこから考えた方がいいかなっていう感じですかね、うん、まあ、だから一言で言うとやりたいと思ったらすぐやれってことですかねまとめてくださいいやいやいや、ありがとうございます、はい、じゃあ、 本日は国際協力かける医療とか看護師で活躍されているこっちゃんにちょっとお越しいただいたんですけれども、この動画が面白いなとか自分のためになったなと思った方がいらっしゃればぜひグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。